日頃マセマの参考書問題集をご愛読いただきありがとうございます。今日のマセマニュースは、高校で数学を教えていらっしゃる教員の皆様へのお知らせです。高校の数学の授業の副教材としてマセマの参考書や問題集を採用されることをお勧めいたします。理由は、マセマの参考書は内容は本格的ですが、自力学習が可能なようにとても読みやすく書かれているからです。従いまして、生徒さんたちに特に強く進めなくても楽しみながら自発的に読み進めていくことになります。さらに問題を反復練習することにより、高校の中間期末試験の対策だけでなく受験対策としてもとても有効です。またマセマの問題集はえりすぐりの両問だけから構成されており、それを疑問の余地がないくらい分かりやすく親切に解説しています。ですから高校の数学の演習の授業に採用していただければ非常に高い効果が上げられると思います。一般のクラスの生徒さん用には、参考書として初めから始める数学シリーズ、問題集として初めから解ける数学シリーズをおすすめいたします。特進クラスの生徒さん用には、参考書として元気が出る数学シリーズ、または合格数学シリーズ、問題集として元気に伸びる数学シリーズ、または合格数学実力アップ数学シリーズをおすすめいたします。さらにクラス採用分として上記の参考書問題集を10冊以上直販にてご購入いただいた先生方には、高校数学テスト問題作成ソフトを無料にてご利用いただけます。数学 1A2B3 それぞれのソフトを利用することにより、高校数学の中間期末テストの問題を数万から十数万通り作成することが可能です。これで数学の先生方の試験問題作成のご負担を大幅に削減できます。馬場先生をはじめマセマのスタッフが総力を挙げて作成したものですから、生徒さんたちの学力を正確に判定することができます。この後その一例として問題文とその回答解説を開示いたしますので、ぜひご検討ください。マセマのホームページより直販で10冊以上のご注文をなされた先生は、下記のマセマのスタッフまでご連絡ください。 ID とパスワードをお知らせいたしますので、あとは試験問題作成にこのソフトをご利用ください。